アガスティア、アガスティアは、インド神話に登場する聖戦。バルナガミ、ミトラガミの子。七聖には含まれないが、すでに、リグベーダにその神へ、ジョジシにも登場する。神話によると、ある時、バルナミトラ両神は、アプサラスのウルバシーに見とれ、聖を漏らした。それは水亀に落ち、その中からそれら神々の子としてアガスティアとバしたが、生まれという。 アガスティアの別名からしした、水亀の子のい、クムバサムババ、水亀の中で生まれた者、ガトウトババ、壺の中で生まれた者、はこの出来事に由来する。マハーバーラタによると、妻、ローパームドラーを創造したこと、ブリトラの残党、カーレイヤあるいは、カーラケイヤから世界を救うために海水を飲み干したこと、ナフシャを呪って大蛇に変えたことなどが述べられている。 アガスティアは南インドとのつながりが深く、マハーバーラタではビンディア山脈との約束によって南方に移り住んだことが伝えられているが、このためアガスティアは最初の南下者であるとされる。主に南インドを舞台とするラーマーヤナではラーマ王子の協力者として登場し、ラーマに黄金弓、ブラフマダッタを授けたとされる。またアガスティアはタミル語文学の外も言われ、 今でも南インドでは崇拝の対象となっている。リグベーダーではアガスティアは対話編に登場する。インドラとマルト人軍とアガスティアとの対話1.165-170-171によるとアガスティアはマルト人軍のための祭祀を行う。ところがこの祭祀になぜかインドラ神がやってきて後から来たマルト人軍と口喧嘩を始める。アガスティアは 両者の間に立って和解に努める。アガスティアとローパームドラーとの対話1.179では、供養に熱心のアガスティアはローパームドラーに近づこうとしない。長年の禁欲生活のうちに老いることを恐れた妻はアガスティアに迫る。アガスティアは拒むが結局妻の求めに応じる。アガスティアはソレイピトリの勧めに従って子孫を作ろうとした。 しかし妻にしたい女性が見つからなかったので、様々な生き物の最も優れた部分を集めて一人の少女を想像し、ビダルバ国の王に与えた。少女はローパームドラーと名付けられ、美しく成長した。そしてローパームドラーが結婚的霊気に達するとアガスティアは彼女に求婚した。王はアガスティアを恐れて娘を与えた。 しばらくして、妻との生活に満足したアガスティアは子を作ろうと考えた。しかしローパームドラーは、父の宮殿にあるような、豪奢な寝台で寝ることを望んだ。そこでアガスティアは何人かの王を訪れて、寄付を求めた。しかしどの王も裕福ではなかった。王たちは、イルバラという裕福なアスラがいるので、イルバラに財を分けてもらうことを提案した。アスラのイルバラは、 裕福だったが、残忍な性格の持ち主だった。イルバラは、弟のバーターピを動物に化けさせて調理し、客人をもてなした。しかし客人が弟を食べた後でイルバラが、弟の名を呼ぶと彼はよみがえり、食べたものの腹を破って出てきた。こうして二人は、多くの聖戦を殺した。アガスティアがやってきた時もイルバラは、同様にもてなした。アガスティアは何も知らずに、バーターピを完食し、 それを見てイルバラは弟の名を呼んだ。しかしその時すでにアガスティアはバーターピオ消化し終わっていた。イルバラは絶望し、アガスティアの求めに応じて財産を寄付した。こうしてアガスティアは妻の要望に応えることができ、二人の間にトリダユスという子供が生まれた。黄金期、カーレーヤというアスラの集団がいて、ブリトラを後ろ盾として神々と戦っていた。 しかしブリトラがインドラ神に倒された時、カーレイヤは海に逃げ込んで、夜になっては聖戦たちを殺して回った。そこでアガスティアは神々の求めに応じて海を飲み干した。カーレイヤたちは隠れる場所を失い、神々によって倒された。その後神々はアガスティアに海の水を元に戻すことを求めたが、すでにアガスティアは海水を消化し終わっていた。神々は悲嘆したが、 後に、バギーラタが、ガンジス川を地上に将来し、その水が流れ込むことによって、海は元に戻ったという。かつてビンディアさんは、太陽が、メール山を右回りに巡って、敬意を表しているのを見て、右回りは、敬意の印、太陽に、自分の上を巡ってほしいと言ったことがあった。しかし太陽はこれを拒否した。ビンディアさんは怒って、背を伸ばし、 太陽と月の通り道を遮ろうとした。そこでアガスティアは、ビンディアさんに、南方に用事があるので山を越えさせてほしい。そして、背を伸ばすのは、自分が帰ってきた後にしてほしい、と提案した。ビンディアさんがこれを認めたので、アガスティアは南に行ったきり戻らず、ビンディアさんは、今も、アガスティアとの約束守って、背を伸ばさずにその帰りを待っているのだという。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。